妻石21宮古店の伊藤です。今日は私のダイビングの持ち物を紹介させていただきます。まず今のシーズンドライスーツで行ってるのでドライ用のフィンです。そして私が使ってるのはビーズムから出てる BCD ですね。貯金をはたいて使ってます。レギュレーターもビーズムで私は白いレギュレーター揃えてます。マスク、スノーケルは今はガルのやつ使ってます。ピンクゴールドですね。ピンクゴールドが好きでダイブコンピューターも一番最初はピンクゴールド限定色使ってます。続きましてカメラとか入れてるバッグ紹介します。私はまず TG 使っています。 TG とあと GoPro、 私はレンズをつけているのでこのハウジングこれついてるんですけどこんな感じで、あ、反対こんな感じで、はい、レンズつけてます。もうこれなしにはもう潜れないですね、はい、続きましてあとライト、RG ブルー美容系使ってます。これでカメラ系は以上です。はい、続きまして着替えとか入れてるドライバッグ紹介します。まず大事なログブックはないとダイビングの記録残しておけないのでこんな感じで取っといてます。今までのダイビングはい、もういい。あとは着替えとかタオルとかです。でこの防水のポーチの中にはダイビングの時につけるヘアバンドであったりとかあと日焼け止め、これはサンゴに優しいやつなので大事と、酔い止めとか入ってる薬、これないと大変です。とこれもヘアバンド系ですね。まあ気分で変えてます。あとはかなり重要アイテム、女性陣だと思うんですが化粧水、ちっちゃいタイプです。これはもう上がった後カピカピになるのでパッとつけられるちっちゃいやつ絶対必要だと思います。まあ、あとは目薬とか櫛とかです。このポーチすごく使いやすいのでおすすめです。それどこのポーチ？これは何でしたっけ、スタッシャーっていうところから出てるやつですね。私はサンドイッチっていうサイズを選びました。これ3色のやつ、ぜひおソロでちゃいちゃん、それどこに売ってるの？これあの MIC で売ってますんでぜひお買い求めください。で、さらに重要アイテムがお菓子ですね。これはもう日替わりで、毎回ダイビングで変わりますけど、今回はなんかちょっとお高めのお菓子なんてこれちょっとなんか、これいただき物なんですけど、はい、これを船の上で食べる贅沢な感じを味わってダイビングしてます何食ってんだよ、船の上で美味しい、まあ、必要ですね。で、あとまあ水筒ですね。私はハイドロ使ってます。もうこれは中氷入れても全然、溶けないですし、ペットボトルじゃなくてこういう水筒にしてます。ちょっと意識してますね。で、あとはタオル系ですね。1個がこれ。おい、汚いな。ちょっとカピカピになっちゃってますけど。つぶらぶら。カピカピになっちゃってますけども、あの水に濡れたらタオルにすごい吸水してるやつですね。これはあの必須、ちょっとダイビング後なんでちょっと、はい、はい、です。で、あとポンチョですね。これ横浜本店時代の時にスタッフのみんなから誕生日プレゼントでいただきました。中で着替えられますし、大きいし、あったかいし、こんな感じで着てます。おすすめです。ポンチョは1人1枚あった方がいいと思います。はい、
MIC21 の北川です。 MIC21 に横転、いやもうこのまま使わせていただきます、どうぞ。MIC21 横転の北川です。今日は自分の耳グッズを紹介します。はい、では最初はロングフィン。なんだかんだやっぱ宮古はロングフィン使って遊ぶことが多いんで、ちゃんとカーボンフィン使ってます。大事ですね。軽いしおすすめです。はい、ちょっと高いけど。マスク、これはね、チナツも持ってるけど、アポロバイオメタルマスク、まあ、ちょっと色はいろいろあって赤色、ちょっと汚いですね。使ってます。汚くねちゃんと洗ってください。洗ってます。はい、後ろ。そしてマスクがいるならシュノーケル。シュノーケルはグレッシーのドライシュノーケル、ブラック使ってます。ほい、グレッシーのリアクションプロ、これもどっちも持っていってどっちでも使えるように使ってます。こっちとこっちとこっちです。両方ブラック。はい、では続きましてカメラはい、レンズは持ってませんけどフィルター使ってます。大事ですね、この開ける式のね。こうやってドローンです。撮影に腕はないですマイドローン持ってます。おお、すごいですね。ちゃんと本物マイドローンです。いいですね、手乗りのね、ちっちゃいやつ。 DJI ミニ、そして喉が渇いた時用のマイボトル、大事ですね。サンゴからできてるらしいです。へえ、軽量でちっちゃいやつ、結構おしゃれな感じですね。使いやすそう。無色だって、無色、ナチュラルカラーです。おーい、おすすめさん、すいません。はいはい、あ、すいません、あの、はい、カバンの中身チェックをさせてもらってます。カバンの中身、手荷物検査、お願いします。お願いします。はい、じゃあ持ってきたんで、これ、 ありがとうございます。はいはい、そんなに別に何も入ってないよ。まあ貴重品なんで、まあ、スマートフォン、はい、これも自分ので、こう長財布がこんな感じでこう一個丸々入るんで。なるほど。そう、この大きさだとね、なんでこう長財布も入れてます、うん、はい、はい、で、まあ船の上なんでサングラス、まあ、あんま似合わへんねんけど、こうやってサングラスで、まあ、日焼け止め、はい、これね、イヤーホッパー、これあの販売してますちゃんと持ってるんですね、これ。止め大事、はい、あ、はい、